すいませんでした。ワイルドスピードシリーズ、正直、面白くないと思ってました。で、ワイルドスピードなんてクラスのやんちゃ者しか見てない映画だと思ってましたよ。なんか異様に車に詳しくて、歌わせてみたら結構歌うまいみたいな、そういうタイプのやんちゃ者しか見ない映画だと、僕みたいなナードの人には、ここにこんなん飾ってるような人間には合わないと思ってました。でもしっかりシリーズ見てみたら、めちゃくちゃ面白かったで、すいませんでした。いいね、ワイルドスピード。あ、どうもヒカルです。今回ね、5月19日に最新作、ファイヤーブーストが公開されたじゃないですか。で、あの予告見て、え、ワイルドスピードってこんな映画なのって、今まで全然興味も湧かなかったんですけど、なんかかなり気になっちゃって、恥ずかしながら今回ワイスピシリーズのメインサーガ、メインストーリーの1から9、ジェットブレイクまで一気に見たんですけど、めっちゃ面白かった。正直これ幼少期からずっと追ってたら、多分僕もっと筋肉増えてたと思うし、趣味の欄に車いじりって書いてたんじゃないかなってぐらい、心への影響力半端なかったね。そりゃこんな映画ガキンチョの頃から見てたらやんちゃ者になるわな。だからこれまで僕が出会ってきたやんちゃ者たちがこぞってワイルドスピード好きだった理由が今回分かりましたね。ということで今日はこういう動画です。最近ワイルドスピード一気見した僕が選ぶワイスピ好きなシーンランキングトップ5。はい、ということでワイスピシリーズメインサーガ、メインストーリーの最新作も含めて全10作見てまいりまして、今日はですね、その10作目ファイヤーブーストを除いた1作目のワイルドスピードから9作目ジェットブレイクまで僕が見てて、うわーとなった僕の心がかなり燃えた熱くて最高なシーンを5つ選んできましたので、今日はそれをランキング形式で語らせてください。お願いします。なお最新作ファイヤーブーストのネタバレは一切ないので、まだ最新作見てない人も安心して見てください。はい、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では行きましょう。では早速5位から行きましょう。ドロン、ワイルドスピードマックスより、レティが止める中、爆発寸前のガソリンタンクの隙間を走り抜けるドム。ワイルドスピードシリーズとしては第4作目のワイルドスピードマックスの一番最初の冒頭のシーンですね。ドムとレティとハンと、あとレオとサントスとかとね、一緒にガソリンタンク泥棒をするところから始まるんですよ。トラックがガソリンタンク運んでるんだけど、積み荷の部分を凍らせるスプレーみたいな、瞬間冷却スプレーみたいなので、ガーやって凍ったところパキンって折って、パコンってそのトレーラーごと外して、もう一台の車が後ろに連結部分みたいなのをつけて、そのトラックのタンクにくっつけてガソリンをパクって売って、それでお金を儲けようみたいな、そういう作戦のもとね、主人公のドミニクたちがね、車走らせるシーンがあるんですけど、そこでちょっとミスっちゃって、なんとか一つタンクは盗むことはできたんだけど、運転手が気づいちゃってバトルみたいになるんですよ。崖が見えてね、で運転手も運転席から降りて、いろんな攻撃受けたからガソリンタンクがもう燃えちゃって、爆発寸前みたいなところまで行くんですね。ガソリンタンクが坂道で、下り坂のこういうカーブなんだけど、ゴロン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 下ってくるので、ドミニクとレティはちょうどそのタンクが落ちてくるところにいて、もう言うたら絶対絶命ですよ。レティがさ、どうするのよドムみたいなこと言ってんの。でもドムはね、一直線しか見てないわけで、レティもドムが何やろうとしてるか気づいてね、ドム、それはダメよ、それはダメよ、それはダメよって必死に止めるんだけど、ドムも聞かずにそのままアクセルブーン、転がってくるガソリンのタンクの転がる瞬間にブワッて浮いたこの隙間、この隙間を走って後ろでそのタンクがバカーンっていうシーン。こんなド派手なシーンが冒頭10分の中で巻き起こって、でも終わったらその次何事もなかったかのように普通に会話してんのよ。この贅沢さたるや。ワイルドスピード1から3まではかなりレースがメインなんですよ。ストリートレース、公道でのレースがメインなんだけど、この4作目のマックスからはかなり毛色が変わるんです。ガラリと作風が変わって、それまでのレースありとんでもありみたいな、あくまでレースがメインですよ、その中でちょっととんでもないことしますよみたいな、そういう感じだったのが、とんでもありとんでもありみたいな、とんでも展開だらけになっていって、そこがちょっと好き嫌い分かれるポイントでもあるのかなとは思うんですけど、そのね、これからド派手なカーアクションやっていくぜっていう意思表示のような、これからシリーズはこういう展開にシフトしていきますぜっていうのを象徴する一発目のシーンがね、かなりインパクトあってすごい楽しくて僕は好きでしたね。ということで第5位はワイルドスピードマックスのこのシーンでした。続いて第4位、ワイルドスピードスカイミッションより、高級車でビルからビルへ飛ぶ。スカイミッションはマジで面白いんですけど、シリーズの中でもダントツで面白い作品なんですけど、スカイミッションっていうぐらいだから、この作品では空にまつわるカーアクションをやるんですよ。空にまつわるカーアクション、カーなのにって思うでしょ。そういう常識通用しねえから、でっかい飛行機から車ごと飛び降りるシーンとかあるんですよ。車ごと飛び降りてバヒューンってパラ
シュートつけて道路に降りるっていう、そういうシーンがあって、もう完全に空がメインで、今回の映画は空を舞台にやるぜみたいな、そういうテンションの映画なんですね。で、この高級車でビルからビル飛び移るっていうのはどこなんだろうな、 UAE ってとこ、なんかドバイみたいな、もうめっちゃ金持ちしか住んでないような国の、もっと金持ちしか住んでないようなビルで巻き起こるシーンなんだけど、主人公のドミニクとブライアンが目当ての装置があるんですね。で、その目当ての装置が3つに連なるバカデカタワーみたいなところの最上階に住んでいる王子様が持っている高級スポーツカーの中にその装置があるっていうのを知ってですね、で、その装置を盗みにね、その王子がやってるパーティー会場に潜入するんですけど、そう簡単にうまく盗めないんですね。結構手間取っちゃって、警備員もやってきたりね、ジェイソン・ステイサム扮するデッカード・ショーっていう激エバなやつとかも出てきたりして、あ、やばい、ピンチだピンチだ、どうしようどうしようってなった時に、ブライアンが必死にその機械をね、こうやって取ろうとするんだけど、なかなかうまいこといかない。ドムも痺れを切らして、もういいブライアン、もうこれ車ごと盗むぞっつって装置だけ盗めばいいミッションなのに、車ごと盗むんです、車ごとこのビルから飛び降りるしかないってドムが言い出して、ブライアンはね、え、嘘だろ、ドム何言ってるんだみたいなこと言って止めようとするんだけど、もうドムは走り出しちゃったもんだから止まんなくてね、ブーンってガラスを突き破って、ちょっと下に同じ形のビルがあるんです。で、その奥にももう一個ちょっと小さいけど同じような形のビルがある。だからコナンのあのベイカツインタワーみたいなことですよ。もう高級車でね、バヤーンってガラス割って、下のビルをねパリーンってガラス割って、そこにたどり着こうとするんだけど、デッカードショーっていう悪いやつが二人を止めようとして爆弾をねバーンって投げるの。飛び降りる寸前で爆弾バーンって投げて、で、その爆弾がちょうどその車の後ろで着弾してバーンって爆発するの。でも、その車が壊れるとかじゃなくて、その爆風で車がバヒューンでさらにスピード出して、無事に下にあるビルに着陸するんですよね。だからもうほぼやってること天国へのカウントダウンなんですよ、このシーン。やっぱどうしてもね、ワイルドスピードはね、僕のべしゃりだけではなんとも再現できない部分もあるんで、もしね、気になった人がいたらそのシーンだけでも見てほしいですね。スカイミッションはポール・ウォーカー追悼といった意味でもかなり印象深いですし、アクションがそれまでの作品よりも桁違いでとんでもないことしてるから、そこでもまた印象が強くてですね、見るたびに感情ぐっちゃぐちゃになる作品だよね。はい、ということで第4位は高級車でビルからビルへ飛ぶでした。続いて第3位、ベレン、ワイルドスピードアイスブレイクよりローマンの助かり方。僕が大好きなシーンですね、ここ。このアイスブレイクという作品は最終的にロシアの氷地帯みたいな、一面が氷でその下にある潜水艦とそこにある基地の核ミサイルを止めるっていうストーリーなんだけど、この潜水艦から逃げるシーンがね、もう超面白いんですね。敵の奴らが追っかけてきてミサイルバコバコ撃つもんだから氷がちょっと割れちゃうんですね。で、ローマンっていうワイルドスピード2で登場したお調子者だけどめっちゃ運転うまいやつがいて、そいつの進行方向の氷が割れてしまって、その車ごと氷の下だから海ですよ、海にバザーンって入っちゃうんですね。だから絶体絶命のピンチですよ。僕も死んだと思った、やべえって。そしたら同じく2で出てきたテズっていうめっちゃ頭が切れて機械いじりが得意なやつがいて、 YSP ではおなじみのクジラ捕まえる時のワイヤーみたいなのを使ってバヒューンって飛ばしてローマンの車のドアにねバスンって刺すんです。ローマン、そのドアを掴んで早く上がってこい。何をしようとしてるかっていうと、そのドアだけ引っ張り出してローマンにドアだけ掴ませて、ドアだけ車からバヒュンって取ってローマンを助けようとするんですね。で、結局それが成功してローマン助かるんだけど、車のドアにこんな捕まって、わあうわこんなもうソリじゃねえか、わあ氷の上を走っていて、で、敵も容赦ねえから、そんな状態のローマンにもめっちゃマシンガンとかミサイル撃ってくるんですよ。で、僕は生まれてこの方北海道に住んでますけど、結構その見慣れた光景でもあるんですよ、そのソリのシーンが。僕も子供の頃やられてましたけど、冬の時期になるとお母さんとかお父さんが保育園とか幼稚園に自分の子供を送り迎えするときにソリを使ってソリに子供を乗せてソリ引いて登園させるっていう、そういうのが結構見られるんですよ。そういうの見てるから染みついてるというか馴染み深いわけですよ。余計にそんなローマンの姿が面白すぎて、あのシーン見たときはマジで腹ちぎれるぐらい笑ったね。で、このシーンを皮切りにもっとアクションがヤバくなってくんですよ。アイスブレイク、爆弾がボン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 飛んできたり、ミサイルバコバコ落ちてきたり、あと潜水艦から発射された魚雷とかも出てきて、なんでもありなんです。車関係ねえじゃん。とんでもないアクション、ギアが上がってくるシーンのきっかけになるのがこのローマンのソリなんですね。このシーンは本当に面白いんで、よかったら見てほしいですね。マジで腹ちぎれる。今年一番笑ったんじゃないかなってぐらい、久々にこんなに笑ったなってぐらい笑いましたね。第
第2位、ワイルドスピードメガマックスより透明な車でのレースシーン。この透明な車っていうのはパトカーのことを言ってるんです。このワイルドスピードメガマックスっていうのはブラジルを舞台にした話なんですけど、ブラジルのヤバい悪党から金庫ごと大金を盗もうっていう話なんですよ。でその悪党が警察ともつながってるから世界一安全な場所だっつって警察署の中にバカでかい金庫を隠してるんですね。でこの金庫の入ってる金を盗むためにどうしても警察署に侵入する必要があるんです。でもやっぱりね、警察署に侵入するときにさ、普通の車だったら監視カメラでどうしてもバレちゃうわけですよ。だからどうするって、あーこんな時透明な車でもあったらいいんだけどな、メンバーの一人が言うわけですよ。待てよ、透明な車、それならいい車があるぜって言って警察署で一番バレない車、パトカーを盗むんですね。目当ての警察署に侵入する前に一旦侵入してパトカーを盗んで帰るんですよ。もう意味わかんないだろ。でそのパトカーに乗ってドム、ブライアン、ローマン、ハン、この4人がねパトカーでレースをするんですよ。でこのシーンはこれまで選んだ3つよりはかなり落ち着いてるシーンなんですね。まあ言うても大犯罪だけどね。そのド派手なシーンではないんですけど、ワイルドスピード1から3の特にレースシーン、男と男の勝負はレースで決めるんだぜみたいなところがすごく好きなので、これまでのシリーズを彩ってきたドム、ブライアン、ローマン、ハンが深夜静かな大通り、車通りも全くない大通りでただただカーレースをするシーンがあるんですね。ここがねもう激アツ。後にも先にもこのシーンより平和に、このシーンより彼らが心から楽しめてるレースシーンってあんまりないんですよ。それ以外のレースも大金をかけたりだとか、敵のヤバいやつと戦うとか、誰かに言われて戦うとか、ちょっとしたしがらみがあるレースシーンばっかりで、このシーン以外に心から彼らがレースを楽しんでいるっていう瞬間はあんまりないんですよ。何よりここで彼らが当初のねこのパトカーを盗んでくるっていう目的を一旦忘れて、それを一旦置いといて、ただただ仲間とのレースを楽しむ、ただただ仲間とのひとときを楽しんでいる、このシーンがですねすごい熱いし、すごい泣けるし、うわぁお前らずっと仲良くいてくれよな、お前ら一人も欠けちゃいけねえぞみたいな、そういう気持ちになってうわぁってなるところもあるし、このシーンもなんかね淡い、走馬灯で見たぐらい淡いなんか色調というかね、ライトファーみたいな感じで涙を誘うような映し方してるんですよ。これは僕が勝手に思ってるだけかもしれないけど、そういうのも含めてですね、シリーズの中でもこの透明な車、パトカーでのレースシーンっていうのは屈指の名シーンだと思いますね。好きすぎてうわーってもう僕も泣きましたね。はい、それでは栄えある第1位、バダン、ワイルドスピード2よりいっぱい車が出てくるところ。ここ最高だよね。一応ファイヤーブーストまで最新作まで見ましたけど、正直ねワイスピサーガ、ワイスピのメインストーリーでこのシーンより胸熱な、ここより心躍ったシーンがないんですよね僕。今だ心の底からうわー面白い、やられた、面白いから最高な気にもなるし、そんなん思いつかなかったっていうちょっと悔しさ、やられたっていうのもあって、そういうの全部込みで一番好きだねこのシーン。このねワイルドスピード2はブライアンとローマンがコンビを組んで悪党たちを出し抜こうみたいな、そういうストーリーになってて、終盤彼らがね大量の警察から追われてるんですよ。もう大ピンチ、もう鼻差で追いつかれてて、追いつかれちまうぜどうするっつって、やばいやばいって言いながら絶対絶命のピンチ、途中にあったガレージの中に入るんです。でももう言ったらもう袋のネズミですよ、お前らは包囲されてるんだぞって。そしたらガレージの中からエンジンをブン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 、ガレージのね中からめちゃくちゃ聞こえて、なんだなんだって思ってたらガレージバー開いて、ブライアンとローマンの車がどれかわからないぐらい大量の車がうわーって出てくるんですよ。うわー思わず立ち上がっちゃったもんね、あまりにも僕の心に刺さりすぎて。なんていうかな、まさに童心に帰るですよ。子供の頃に想像していたものがそのまま映し出されたかのような光景に僕はめちゃくちゃ心を躍ったんですね。ほらちょうど僕らが子供の頃にさ、トミカでさ、いっぱい車が出てくるトラックとかさ、いっぱい車が出てくる秘密基地みたいな、ああいうのあったじゃん。僕はねそういうの友達の家で見て、わあいいな面白いなみたいなことを言いながらね、もうおもちゃで遊んでるのをただじっと見てた人間なんです。だからそういう時の気持ちも思い出して、うわあ俺がやりたかったやつだと、俺が見たかった
俺がやりたかった全部が詰まってるってそのシーンでなってね、ちゃんと僕もそうだし、そこに出てくるキャラクターたち全員が騙されているっていう、うわやられた、ブライアンとローマンやっぱすげえやつだ、そこで2人の株がもっと上がるのも最高だし、でそこからの展開もね、助手席に乗ってる敵のやつらを吹き飛ばしたりとか、大ジャンプして船の上に乗ったりとか、で最後の最後のブライアンとローマンの会話とか、このいっぱい車が出てくるシーンから僕のテンション爆上がりして、あこれはもうワイルドスピード俺大好きなシリーズだと、ワイルドスピードこれも前作見ようって改めて誓ったシーンでもありますね。そこからで、ね、だんだんシフトチェンジしていって、どんどんなんか予想だにしないような展開になっていくんだけども、でもやっぱり僕はこのシーンがめちゃくちゃ楽しかったので、最新作まで一気見するぐらいの熱が生まれたわけですよ。このね紹介した5本の中で、じゃあどれを見ればいいですかって言われたら、もちろん1からジェットブレイカーまで全部見てほしいんですけど、この5本の中だけだったら、この2だけでも、1とか他のやつ見なくても、この2だけで一応完結してるんで、よかったらもうぜひワイルドスピード2見てみてください。これ聞いた上で見ても絶対楽しいんで、よかったらワイルドスピード2、そしてワイルドスピードシリーズまだ見たことないよっていう人も、もう見てるよっていう人も改めて見てみてください。いかがでしたか？はい、ということで僕のワイスピ好きなシーンランキングトップ5でしたが、いかがでしたか？まあわかるでしょ、僕のこのテンションの上がりをね、めっちゃおもろいんだろうなって、今まで以上に楽しく喋ってるでしょ、そんくらいおもろいから、ぜひ見て、みんなの好きなシーンもコメントで教えてね。これからも新旧問わずいろいろな作品のレビュー投稿していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter や Instagram、 フィルマークスもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。関連動画もご覧ください。バイバーイ。